スズソングナンバーワン選手権、よいしょ、やってきました。はい、やってきました。はい、ね、スズソングナンバーワン選手権、はい、3月度の発表でございます。はい、そうですよ、はい、なんと、はいはい、今回の3月で、はい、ちょうど1年間、12回ですね、12回です、うんうん、はい、1年前に、まあ、始めたこの企画、はい、なんと最終回、ファイナル、ファイナルです、はい、惜しまれるな、惜しまれるな、惜しんでるな、1億2000万人が惜しんでるな、惜しんでる、ね、惜しんでるな。始めた頃はそのこれのゴール着地地点は、うん、どうなるのか分かんないままに第1回で言ってたよね、うん、第1回でそのやってる間に決めていこう、はい、考えようって言って、うん、進めてきたの、ここまで、はい、12回、はいはい、12回やってきてどうなんですか、うん、まだねここだっていうのはゆったりしてるな、ここだっていうのはない、今まだ泳がせてるね、いやいやしてるな、いやいや1年かけて考えて、そうそうそう、なるほど、ちょっとでもイメージしはできてきたよ、イメージだけできてた、何年かかんの、イメージ、桜田ファミリアみたいになってる、イメージはできてきた、本当に受け継いでこ、ゴールは見えてんの、できてきた、本当にできた、はい、死ぬまでに終わんない、はい、そういうわけですね、はい、あるスルソングナンバーワン選手権、はい、まあ、各地のライブとかね、はい、イベントの物販にこうアンケート用紙が置いてありまして、はい、あなたの鶴の好きな曲を教えてくださいっていうのね、うん、毎月それをアンケート取って、書く、決めていくって、なるほど、うん、もうだから過去はですね、初めちょっとメモ読みますけど、うんうん、一番初回がですね、はい、本当去年の4月です、はい、ソウルメイト今夜から始まりまして、はい、素晴らしいスタートですね、はい、そして雷ベイベー、はい、ベリオライ、はい、そしてここがですね、同率1位、うん、乾杯いびつ秘密、はい、なるほど、三つどもえの、そうです、はい、ここでちょっと感じすでにブレ出してる企画がね、はい、そして次熱量、はい、あ、そしてまたこのダブル受賞でどこまでも青空と明日のお天気、なるほど、で泣くなまだ、はい、低気圧ボーイ、うん、バカな夢を見ようぜ、うん、北極星、新風が来てるわけね、手のなる方へ、なるほど、お、うん、まあ、ライブでね、こう、うん、力を発揮した曲とかが選ばれたりもする、ね、うん、そうだね、そうだね、うん、これまあまあね、とある月ではこう2曲選ばれたり3曲選ばれたりしてるわけだけど、うん、はい、あれ何のご縁か分かりませんが、今日発表で15曲になります、おお、15周年すごい、あら、不思議なことに何を狙っていたのか分かんないけど15曲目になります、綺麗な着地、いいじゃないですか、うん、これを目指していたのかな見えてきたね、これかな、見えてきた、すごいね、これかな、あ、はい、それはびっくりだ、なるほどなるほど、すごい、15周年期間にぴったりな、はい、15曲目ね、はい、最終回の今日はですね、はい、いよいよその、まあ、1年通して15曲目の発表でございます、はい、では早速曲を発表したいと思います。2018年3月のですね、はい、はい、ある鶴ソングナンバーワン選手権はこの曲、なかなか上手くなってきてる、まだまだいけると思ってるね、やめちゃってじゃん、はい、愛足りない、おしゃー、愛足りない、いや、これは納得のあれですな、来ました、15曲目で愛足りないですか、愛足りない、なんかいいね、こう終わりたくないみたいな感じがするね、そうですね、足りないっていう気持ちがあります、なるほど、なんか綺麗だね、15曲目にしてね、愛足りない、はい、まあ、この曲は、アルバムでいうと、うん、期待 CD、はい、アルバムの時代かな、うん、はい、はい、ちょうど僕らもアフロ最盛期みたいな、ね、アフロ真っ盛りみたいな最盛期仮時みたいな、今思うとね、一番茂ってた、ね、時代なんですけども、はい、まあこの曲すごくハッピーな多幸感というかね、あ、まあ、鶴が持つそういうやつ、やつでよかった、ハライチみたいになってきた、鶴が持つやつをすごくなんかこう全部突っ込めてる曲だなと思うんですよ、なるほど、そうだね、それがまあ音源の当時は全部突っ込んで、で一時期ちょっとやらない時期があって、また最近こう増えてきたというか、大事な場面でこう投入されることがね、例えばライブの後半、まあこの間のね東西大感謝祭でももう最後のね、伝えたいところがボンとあるところにあったりとか、だんだんですね、ただハッピーなだけじゃなく、あの生き様みたいなメッセージもね、あの入ってきてるんですよね、まあ、愛たり泣いてとか、サビよりもどっちかというと A メロの方がね、うん、なんかそう
今日一日終わっちまって何ができたかわからないとそんなしないでくれみたいな、うん、そこら辺の歌詞が多分一番この曲言いたいこと言ってんだろうな、うん、サビはもういいんですね。そうそうそう、まあね、そういう、はい、もう響きで、うん、そうサビ以外のそういう箇所箇所もなんか一層深みを増してきたなっていうふうに歌ってて思います、うん、はい。ちなみに、このミュージックビデオはですね、うん、当時、森三中の黒沢さんが、はい登場してくる、踊ってくれて演じてもらったんですよ。で俺ら一緒に、ね、やったじゃないですか。やりましたね。千手観音和子さんが出てくれたわけですね。そうです。僕の大好きな出てくれたわけです。はい、まあね、いつもこうミュージックビデオを流してるんですけど、うん、今日はちょっとそのいろいろ時代の問題でですね、なるほど、はい、うん、そうやすやすとは使えないからスターですからね。そうそうそう、はい、いやちゃんと何一個一個手続きを踏んで、なるほど、ね、許可をもらえば全然いいんだよ、別に、うんうん、そうね、断られたとかそういうんじゃなくて、そうそう、その手続きするのがまあまあもうまあいいでしょう、もう俺たちのこういう企画だからね、まあ、まあねまあ、曲を聴いてもらおうよっていう、そうだね、そうだね、うん、まあだからちょっとじゃあ20周年まで行ったら、じゃあそこに向け、20周年まで行ったらちょっと何とかして解放しようよ。そうね、そうだね、5年かけて手続き踏めばいいんだよ。生で黒沢さん出てもらえばいいんじゃない、俺が演奏してさ、再現、そうですね、そうですね、そういう夢が膨らみますね。そうだね、うん、ね、はい、というわけでまず、聞いていただきたいと思います、はい、聞いてください、鶴で愛足りない、だから愛愛愛足りないって、yeah.
だからあいあいあい足りないってないないない足りしないで笑った顔が一番おーおーおーあいあいあい交わるってだいだいだい手あげたいね心に花を咲かそうおーおーおーあい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 お聞きいただいたのは鶴で会い足りないでございました、はい、なんかこう最終回ぴったり的なね、うん、さよならっていうようなナンバーだけど、そうだ ねちょっと切ないよ そうだ ね、はい、ちなみにこの会い足りないね、はい、ストリングス、はい、この間大阪編で東西大会社さん大阪に行ってくれてホッピーさんが書いてくれたんですよ、はい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 、だからホッピーさんに最初オファーかけた時に会い足りないをやりましょうあそのここのライブでね。そう。っていうそうでそこからメールをしばらくやり取りしてる間に会いたりないはやるとしてみたいな。自動的に自動的にやる程度ね。なるほど、はいはいはい、そのぐらいだからそのこの曲きっと記憶に残ってくれてるのかなっていうのもあります。うん、ちなみに東京編で出てくれたエマさんもですね。うんはい最初にオファーかけた時に、うん、会いたりないやろうよおーなるほどねすごい人気高いねありますね、はい、一緒にツアー回ってもらった時にその、うん、ねあのニーハオイーカオのギターバトルとは別のそのギターソロの最後さ、はい、会いたりないの最後ださエンディングを二人でハモって引き倒すっていうあのギターバトルとは別のその多幸感のトランスみたいなのをやったから、うん、そうあれも確かにね、うんうん記憶に残っていますから ね、 そうねあれやりたいなって気持ちはあったんですけど、うん、本当はだから大阪公演にね、うん、サプライズゲストでホッピーさんからのサプライズでエマさんも出て会いたりない全員でやろうよみたいな、うん、企画もちょっと出たけどちょっと出たけどね、うん、まあ無理だったねえみんないろいろありますありますよ ね、 そうですね、うん、まあでもなんかいろんなとこに記憶をねいろんな人の記憶にも残ってくるというから、うんうんまあ、これからもそういう鶴の代表する曲の一つにね、はいなりたいし、うん、こう皆さんのナンバーワンであってほしいなっていうものでもありますので、うんはい、ぜひよろしくお願いします、はい、さあ、はい、最終回ですナイス、ねはい、今後このコーナーは、うんどういう風にね、うん、なっていくのかああまだ見て見てなんですけども、うん、1年間もまあでもなんですけどやるんだとしたらまた今度じゃあ20周年でまた1年間ナンバーワンソングやりましょうそうだね、まあ、その頃にはね何、うん、もう何枚かアルバムも増えてると思うそう、うん、そうそう、まあでもこの企画はやってるこっちとしてもやっぱすごく楽しいし、うん、なんだろうねこういろんなところでいつもライブやってるからさ、うん、でいつももう何の曲やろうかって悩むことも多いじゃない、うん、そうだね、うん、みんなが何聴きたいんだろうとか悩む時もあるし、ねうん、それの一つの参考としてすごく素敵な意見を、まあ、いつもね、はい、いただいてたんで本当にそれはありがとうございましたでまあこのせっかく15曲出揃ったので、はいはい、まあ始めた当初は、うん、どうするこれでなんか再録したアルバム出すとか、うん、なんかいろいろなんかやアコースティックバージョン出すみたいないろいろあったかもしれないけど、うんはい、分かったよお見つけたの見つけたか出口が見つかったの主催や、うんこの東西大感謝祭でですね、はいはい、
全都道府県転校やったじゃないですか、あ東京と大阪 で、はい、で47分の45が出席してくれたんです。なるほど、はい、すごい、それはね、ありがとうございます、その説素晴らしい。残り2県どこなんだい。鳥取県と鳥取、はい、長崎県。まさかの長崎だよ。なるほど ね、 長崎ね、はい、大阪のステージでチラッと言ったけど、どうする、これもう行っちゃう、ライブしに行って、うん、まあ本当はね、多分あの5件ぐらいある予定だった、はいはい、そうだよね。あでプチツアー、うん、僕なんかそうプチツアーやろうかなって言って、うん、でも嬉しい誤算で2件だった。なるほど、うん、だから当名とか当半じゃなくて、うん、ヨナ長でしょ。ヨネ長で、トリ長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 ツアーね、トリ長ツアー。だからもう日本でも、いやまあもう行くでしょうよ。行こう行こう、この夏に、うん、だからまあ9月から全県また始まるけど、うん、それより前に1回行っときたいじゃん。なるほど、そうだよね。で、うん、そこの日本で、うん、この15曲をいろんな企画が今そこに着地するわけで、そうなんかビョーンって飛び込んできて、長崎という名古屋にピョンって落ちるわけだ。なるほど、ね、あのいろんな人がこの1年間かけて鶴のナンバーワンはこれだっつって選んでくれた、愛あふれた曲たちをね。なるほど、あの愛が足りてないかもしれなかったちょっと長崎にドーンと持ってって、これが俺たちのナンバーワンです。なるほど、ね、みんなが選んだナンバーワンです。そう、ね、俺たちのせいではないです、ね、みたいな、はい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 、感じでこの愛をてんこ盛りで持ってこうか。なるほどね、もう愛の結晶ですよ言ったら、うん、なるほど、ね、元気をってことだ ね、 そうだね、ワンマンにするのかツーマンにするのかスリーマンにするのかいろんな形ありますけども、うん、まあ、だから、はいはい、この曲だ15曲でしょ。でもさ、この15曲さ意外とバランスいいんだよ多分。バランスいいよ、ね、これだけでワンマンできちゃうよ多分、いけちゃうね、うん、きっとね、うん、あの上げ上げから定番から聞かすのまで全部あるから、うんうん、できちゃうの何やるのやるの、まあね、前は米子で奇跡のワンマンやりましたね、はいはいはい、長崎はどうですかね。どうなんですかね、長崎でワンマンってのはどうですかね。どうですかね、長崎はちょっとだからそのラジオ局を巻き込んで、そうですね、だからラジオソウルメイトいっぱいいるから、そうですね、はい、うん、だからラジオの人たちにいっぱい来てもらうこの15曲を、うん、1日おきに流してもらう。そうですね、うん、そういう企画で、でもだからこの曲たちが聴けるチャンスがこの夏なんと鳥取と長崎で取り流れるわけですね、はい、予告先発みたいなもんだから、なるほど、これやるよみたいな。鳥長ツアーは多分バンド史上初だと思うんだよな、うん、そうね、誰もいないと思うんだよな、誰もいないよね、うん、はい、というね、まあそういうことが見えてきたので、はい、ぜひともそれをやる際にはですね、ちゃんとアナウンスするんで、皆さんついてきてください行きましょう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 、はい、というわけで、まあひとまず東西大感謝祭も終えて、うん、はい、これも無事このナンバーワンソングも1年間終えて、うん、はい、ちょっとの間ここにここに、はい、ここの活動がしたりするけども、なるほど、たまには飲みに行こうよ全然予定がないから。そうだよね、平日にするじゃん、うん、いやバンドやれよお前水曜日あたり飲みに行くね。そうです、5時ぐらいか、はいはい、ね、またね、はい、3人ともそれぞれいろいろ影響を養って、はい、まあ、イベントとかは長所ありますから、そして夏のその、うん、鳥長崎を越えて、9月からは全国にまた行くというやつで、ワイワイしていきたいと思いますので、今年もよろしくお願いします。いや今年度もよろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。活動の間にビアが飲み込って夏に飲んでるところはあげて、頭も痛いぜ、どうにかしておくれ、柔らかそうな白い肌にタッチしちゃって、キスしちゃうぜ baby、 抱きしめさせてあの子の全て、半時計回りの恋の始まりが